志村代表者、小松久保大滝誠さん、坂本博之さん、桜木町、高波町長、福島茂さん、新井雄一さん、久保さん、磯田富雄さん、浅香誠一さん、宮地高波町長、山中真二さん、柳原高博さん、久保さん、上田隆さん、柳田義明さん、上町高萩町山口忠さん、本田明義さん、久保津町田昇さん、茂木義明さん、中町高萩町小林信之さん、平久志さん、久保津関根博之さん、武井久典さん、元町高萩町小口健一さん、山中拓海さん、久保津井野国夫様、田淵正史さん、次に神社神楽市2名によります鶴木餅が続き、神社神さん、町田直之さん、茂木博明さん、根岸忠さん、橋本誠二さん、次に平安今井千夫さん、関根厚美さん、次に大平秩父神社神職に続きまして、ご神の御御神講師の皆様、井上大地さん、中山雅宏さん、島田春之さん、新井義則さん、飯塚正之さん、石井康夫さん、加藤武夫さん、柴岡牛夫さん、岡野啓太さん、森谷守さん、森村さん、森谷守さん、森村高木さん、若林康吹さん、唐谷光さん、内木隆さん、落合道明さん、中西秀則さん、黒沼浩二さん、原船正清さん、岡村圭一郎さん、新井博一さん、武藤大輔さん、山中治さん、松田洋一さん、白石康史さん、井上君彦さん、本橋明さん、次に御輿係、森村雄一様、山崎聡様、岡田隆夫様、町田裕樹さん、まもなく御神を御神輿が出発をいたしますので、参道を広く上げていただきますようお願いいたします。次に宮司高萩町の島田忠二さん、高橋智也さん、次に宮司横町の村田俊夫さん、加藤義則さん、それに宮司が放送内で抱かないでください。
申し訳ございません。フラッシュは本間さんが続きますので、お帰りなさってください。すいません。フラッシュはですね、本間さんが負けますので、ちょっと控えてください。